実験台としての熱量。そこでですね、その思い出を熱狂で振り返ってまいりたい。非常にたくさんの方が集まったイベントになりましたね。あっという間になってずっと言ってたんですよ。そうだね。待って、30年ってな、そんなぐらいだろうなと思って、把握できてそんなに人がいるっていうのに、しゅんちゃん乗ったらダメじゃん、噛めないじゃん、うん、ビートルズってこういうことやったんだから、あのお客さんの中に時代を感じますよね。しゅんちゃんまだ素人さんだったという初の2時間スペシャルということですけれども、はい、この時のゲストがどなたか覚えてらっしゃいますか？一番最初、皆さんに思い出していただ